福島市役所は日本の地方公共団体である福島市の組織が入る施設。1952年から2010年まで使用された市役所庁舎福島市役所は建設から50年以上が経過し、現在では手狭になってきたことと老朽化により耐震性などに問題が出てきたことから旧庁舎の東側、北町バイパスに接する土地まで拡張し、 新庁舎を建設することとなった。このための積み立ては1967年度から続けられてきた。2005年2月に3月に閉店する、ソネ田城の桜屋百貨店跡に入るテナント探しが難航していることと、市の財政負担軽減になるとして、福島商工会議所が中心となり、桜屋百貨店跡ちびるに入居することを求め、陳情が行われた。この陳情は、 同年3月の市議会総務常任委員会で不採択とされ、公費を削減した上で、当初の計画通り現在地に新庁舎を建設することとなった。そのソネダショッピングセンターには、2010年11月25日に、大 u 8ックス福島店などが入居した。新庁舎建設でもう一つ問題とされたのが、 旧庁舎と東側外区の中間を走る指導の損廃問題である。当初の基本構想は旧庁舎と東側外区をまとめて敷地とし道路を廃止することを予定していた。しかし、周辺住民や地元商店街からの要望を受けて再検討した結果、2006年8月になり、この道路を生活道路として存続させることが発表された。 改正建築基準法の影響で構造計算部分に予定よりも多くの時間、書類提出と手間がかかり、それらが完了するまで予定より5ヶ月遅れることとなった。東東2011年9月現在、ありがとうございます。